ドレーファーは、スウェーデン原産の単速セントハウンド犬種の一つで、ある。犬種名は、ドレーバー、ドレーバーと表記されることもある。別名は、スウェーディッシュダックスブラッケ。ドレーファーという、この犬種名は、スウェーデン語で、ハンターを意味する単語にちなんで付けられている。1910年に、ドイツから、ウェストファイリアンダックスブラッケが輸入されたことが、本種の歴史の始まりである。 これに他のアシュタンセントハウンドが掛け合わされて1920年代に誕生した。その後10年ほど無名の時代が続いたが、1930年代にスウェーデンでノロジカが増えすぎ作物の食害が深刻化した際に猟犬として繰り出されたことがきっかけとなり、以後は人気も頭数も爆発的に上昇した。この後第二次世界大戦が勃発した時には、 頭数が無名時代の10倍にも膨れ上がっており、かつ愛好家によって手厚く守られたため、難なく今日まで存在することができている。奴隷ファーはのロジカ、ノウサギ、キツネ、イノシシなどを狩るのに用いられている。小型の獲物は単独で追跡し、自ら仕留める。大型の獲物の場合はパックで漁を行い、発見すると吠えて獲物の周りをぐるぐると回って混乱させ。 弱ってきたところで噛み止めを行い、動けなくして、主人の到着を待った。到着した主人は獲物を猟銃で仕留めて、狩猟は完了する。スウェーデンでは、国民的な人気のある犬種で、日本での人気で例えると芝犬と同じような人気がある。現在も治療犬として、多数の犬が刺激されているが、現在は治療犬よりも、ペットや、 小毒区としての人気の方が高い。ヨーロッパ県内での知名度と人気は高いが、そこ以外ではあまり知られていない犬種である。近年はアメリカや紛争地帯へ地雷探知犬としても輸出されており、訓練の成功率も良いことから将来主要的な地雷探知犬として体制できるのではないかと注目されている。同調速端のセントハウンド犬種である。その点を除くと容姿は、 通常のセントハウンド種と同じである。マズルは短めで、首はしっかりしている。耳は垂れ耳、尾は垂れを。筋肉質の引き締まった体つきをしており、足が短く走るのがあまり速くない分、起伏に強く、スタミナが多い。また、深い雪の中では短い足を駆使して、泳ぐように雪をかき、足の長い犬種よりも速く進むことができる。コートは、 スムースコートで、毛色は、ホワイトタン、ブラックタン、トライカラーなど。体高30から38センチメートル、体重10から15キログラムの中型犬で、性格は明るく人懐っこく、活発である。しつけの飲み込みや状況判断力は良く、子供や子犬に対しても寛容である。このため家庭犬として飼育するのにも向いているが、ビーグルのように吠え声がよく響き通るので、 集合住宅での飼育には注意が必要である。活発だが、運動量は普通である。かかりやすい病気は、胴が長い犬種ではよく起こりやすい椎間板ヘルニアや、腰痛で、椎間板ヘルニアは抱き方か、正しくないことで起こる病気である。他の胴が長い犬種と共通であるが、こういった犬種を抱くときには、片手で胸を、もう片手で腰を抱えるようにして抱くことで、 予防することができる。なお、腰痛は、激しい運動のしすぎや太りすぎで起こりやすい。ありがとうございます。